よどんよどんよどん。やだ、街灯ついてないじゃん。あ、私も秋田、地元すぎて見に来てしまった。ありがとうございます、嬉しい。秋田有名、秋田有名だよ。秋田いいよね。秋田のさ、あれ、ここに来る途中にさ、ラーメン食べたんだけどさ、あのあれあれ、ラーメン美味しかった。コンポンさん、ツイッターフォローありがとうございます。ビリーバコンバクさん、春巻さん、ルルさん、まだあの昨日のさ、山形で食べた朝食の韓国ラーメン、あごだし、トビウオラーメンだ、トビウオラーメン。秋田の道の駅でトビウオラーメン食べたんですよ。それがね、最高に美味しくて、秋田のトビウオラーメンが。ひな太郎さん、ひえもんさん、パパンさん、これこれ650円でね、チャーシューが3枚も入ってて、あごだしかな、あのトビウオラーメン超美味しいの、トビウオラーメン。あ、後でこれツイートするからね。あごだしだよね、醤油ラーメンの、あごだしの。最高に美味しかった。本当に美味しかった、秋田のトビウオラーメン。シンプルで、道の駅で食べたんだ。鳥山？あ、見た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 。いくつか回りました、道の駅。石見たかも？は？なんかトンネルがあるらしいんだよね。トンネル綺麗でしょ。トビウオのね、超ね、秋田ね、ご飯美味しいの。これこれ。あ、わかわかです。あとこれこれこれ、道の駅でね、これ食べたの300円。手前が300円の。で、奥がこの300円。このホタテのさ、フライっていうの。揚げたやつ。そう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 。あ、なんていうのこれ。カレイっていうの、カレイだ、カレイ、カレイ。カレイの、これこれこれ、道の駅で。お腹食べ物、これこれこれ。こういう感じで、ほら。秋田小町いいよね。UV ケアしてる。これ300円、これ。美味しかった。カレイ、カレイだったかな、確か。そう、カレイの天ぷら、美味しかった、300円で。一つ森公園以外にも行くよ。秋田いいよね。ご飯も美味しいし。秋田すっごいホタテ大きいの。もう本当に、二口では食べきれない。三口、四口。きりたんぽ食べたい。なんかさ、トンネルがあるらしいんですよ、トンネル。一つ目公園に。そこ、まあこれ全体的にも心霊スポットらしいんだけど。そう、秋田市内だけです。申し訳ありません。秋田市内。しかも今夜で終わりです。秋田市内の外配信は今夜で終わりです。次はもう別の場所に、都市に移動します。どんどん北上してます。下の口？秋田小町？僕、かな、釜梨さん、あさん、森吉さん、ファンタさん、小手半読めなくて申し訳ありませんでした。小手半の方、読めてませんでした。コンポンさん、ファンタさん、おにぎりバカだから、そう。毎日セブンイレブンのさ、おにぎりで100円のおにぎりだからさ、サラダと。ホテル、ネカフェです。ネカフェとか、あと、スーパー銭湯の仮眠室とか。来年はアメリカ？明日はどこでしょうか？田舎羨ましい？秋田羨ましい？100円助かる？どうした？あ、一応、ボヨミちゃん消すか。田沢湖？田沢湖行ってくれ、ビリーバコンバコンさん。ねえ、いびきかいちゃう？青森は行かないんですよ。あ、ちなみに今回は青森抜きで申し訳ありません。青森抜きの東北を全県回ります。バケタンはこれからです。オレンジのライト怖いよね。ちなみに生まれも育ちもおかまなんですけど、よろしくお願いいたします。女性に興味はありません。男大好き、生まれも育ちも老後も死後もおかまの私鈴木大輔。ゴールデンウィーク中第3弾2017年、ゴールデンウィーク遠征の旅、心霊の旅第3弾、今年は第3弾になります。2015年から始めまして、今回は東北地方です。寝不足ではありません。あれ、小手、カオさんついてます。筑前さん、
はい、レズ親父さん、生まれ変わりもかまの秋から名物のババヘライス、ちょっとこれスクショしとくね。ババヘライスっていうのがあるらしいんで、ね、リンコのさんありがとうございます。私の、ちなみに原付で栃木から福島、仙台、山梨を経由して、本日秋田やってまいりました。10位ありがとうございます。ババヘラっていうのがあるらしいね。せめて4、5分ぐらいは、そうですね、死後はね、女性になりたいですね。トンネルがあるらしいんですよね。いやだ、怖いじゃんここ。ペタペタしてるやつ、ほう、ババヘラ、バケタの中のやつにはしません。いやん、山梨、あ、いや、山形です、山形、間違えました。福島、宮城の仙台、山形、舞鶴岡を経由して、こちらへ。あん、東屋があるじゃん、東屋。東屋でさ、もし、ね、ここで眠れるね。眠たいときは。ババヘラ原付できました。もう800キロ超えてるかもしれません。ホラーゲームしたら面白そうですか。あ、3時のやつは用意してないな。どうしましょう。忙しくて申し訳、今回の遠征はね、ちなみに昨日ね、山形出たでしょ、山形を8時頃に出たでしょ、昨日9時頃か出て、結局秋田に着いたのが 3時かな、かかりましたね、かなりかかりました。寄り道もしてますので、道の駅やら何やら、何か音がした、今この下から音がしたのかな。カマヘライスもある、ゆめいさん、近い人、トーマスさん、クールポカさん、この下から音がしたんだけど、まさか男が隠れてるとか、以前ありましたよね、男がこの下に隠れて、あの上を覗いてたっていうニュース。私まさか見られてるのかな。誰もいませんよね、こんなとこに人隠れてないよね。そんな男、いや、何何、雲に襲われる窯にならなければいいが、気をつけます。トンネルがあるらしいんですよね。ありましたよね、男がこの下に隠れてさ、上女性が歩くのをなんか楽しんでたみたいな。大ちゃんミニスカ、いえいえ、速攻おじさん、いてもお構いません。上級者すぎる、罰ゲーム、あのなんか違和感感じて、女性がこの速攻のこの網のところ見たら、目が、男と目があったって、一生のトラウマですよね、そんなの。覗いてみて、目が、女性がこれを覗いてみて、下に男隠れてどうします、目が、あ、ギョロって目があったら、あー怖い怖い怖い。神戸でしたっけ確か、ホラーすぎる。生まれ変わったら道になりたい、あ、そうそう、生まれ変わったら道になりたいっていう名言残して逮捕されたんですよね。やだー、ここ怖いじゃん、どうなってんのここ。マジマジ、ジョンさん、モフさん、ムックチンさん、坂田さん、ガマナスさん、荒牧さん、こんばんは。ここさ、道の、あの、ここ、あれ?ここ、東屋多いねと思ったら、同じ、さっきの東屋だ、ここ。戻ろう。同じ東屋だった。鉄道学園の方がここ出るの?ここ出るわけ?レズフェアジさん、桃栗三年さん。ループしてた。よいしょ。ここ広いのかな、汲み取りのトイレの中にも入るぐらいだから、目と目が合う、例の島さん、例の島さん、嘘、秋田はご飯も美味しいし、イケメンも美味しい、よし、はい、こんばんは、じゃん、お、信号機の中の人さん、こんばんは、ありがとうございます。山形の釜、何は山形の釜って、ガチガチガチ、田舎十一さん、ガチよ、ここガチの場所みたい。あ、ちなみにあれか、詳細の方、イケメン、そう、イケメン多いよ秋田、結構ね、がっちりしてる人がね、なんか多い気がした。あ、やだ、え、嘘、え、いや、え、やだやだやだ、何、おかま?宮城のもの?
私は北美人、イケメン食べてない、イケメンののんけくん食べてないよ、紹介して。ゴリ率高い、体格いいよね男性ね、秋田の男性ね。やだー、え、この先にあるのかな、どうしよう、場所調べようか、適当に歩いてるだけだからさ。平和公園も心霊スポットなの。ありがとう浜村淳さん、こんばんは。あれやだ、スマートフォン1台ない。イケメンのキリンタンポン食べたい。ジミちゃん率高い、そういうわけじゃないんだけどさ。よいしょよいしょ。どうしようどうしよう、道に迷いましたね。よいしょよいしょ。ああ、秋田の人ディスられてる。え、ここでいいのかな。この辺りにありそうな気もしなくもないけど、バカ言っていいの、秋田はバカ受け。梅林園行きました、行きました。梅林園から今移動してきました。梅林園めっちゃ怖い、梅林園超怖いんだが、あそこ。ここはひとつ森公園、ひとつ森公園心霊トンネルって出てきたよ。天徳寺、ちなみに美人なら角立てがおすすめ。閉鎖されているトンネル、閉鎖されているトンネル、閉鎖されているトンネルがあるんだ、ここにあるんだね、ここにあるんだ、閉鎖されたトンネルがあるんだ。トンネルの中は、前はトンネルの前は閉鎖されていたから入れなかったけど、友達と中をずっと眺めていたら、ああという女の声が聞こえました。あれは風の音じゃ絶対じゃない、あれは風の音ではない。写真の沼もやばいですよ。え、沼があるんですか、沼にも出るらしい。沼とトンネル、一つ森公園にトンネルがあるんだ。一つ森公園のと沼とトンネルがやばいところらしいです。秋田寒いですね。あ、角の立てね、角の立て、一つも秋田市に一つ森公園という公園がありまして、体育館もあるんだ。その芝生の庭園に中国風の東屋があるんですが、今度中国か、昨日は韓国で、なぜ中国風の東屋があるんですが、地元では有名なんですが、その東屋で当時確か中年男性だったかが、学生か首吊り自殺してるんで、そのせいか夜は誰も近づきません。例の話も、こと欠かせません。ひとつ森公園トンネル、外人墓地があるの、沼の上を歩く自殺した人の姿がよく目撃されていた、毎年のように自殺者が出ていたらしい。佐々木希、どうしたどうした、秋田のどこ、秋田市です、秋田市内、ここ秋田県は秋田市になります。なに、どこにある、今どこ歩いてる私、どこ、広すぎるんだが、ここどこ、熊は出なそうだ、ここどこだ、ちなみにどこだ、ここいいのかな、この道で、あ、なんか明かりあるからこの先かもしれない、首吊り押し、よし、あ、もう立ち見出てるかな、もし立ち見出てる、あー、やだ、あれ、ここ何かの施設がありますね、日本です。カエルライトさん、こんばんは、桜咲いてる、
やだん、そうやだん、出ちゃう。あれどうしよう。やだ、この上に上がりたいんだけど。あ、朝はその公園だ。この公園でジョギングされてる方。はあ、ジョギング。あ、朝はジョギング多いんだ、ここ。コメント読まないから飽きたし。何、コメント読まないから飽きたし。申し訳ありません。ちょっと私の方も申し訳ありませんでした。やだ、やだ、何？え、何？いやん！電車か。なんでバスかな？車の音かな？ごめんなさい。ここが何？ジョギングコース？体育館になるのかな？あー怖い怖い怖い。朝来るの早い？そうですね。 OK？ 大丈夫？ちなみにゴールデンウィークですか？皆さん申し訳ありませんでした。こうコメントの方読めなくて誠に申し訳ありませんでした。ちなみにゴールデンウィークですか皆さん。今日から明日からゴールデンウィークかな。だ普通だとあれか、明日からかな。ゴールデンウィークは違うのかな。ゴールデンウィークありませんか。ゴールデンウィークありません。日本海側をずっと現地で来ました。ノーマルウィーク、秋田は今日だけです。申し訳ありません。またいつか秋田に伺いたいと思います。トンネル、トンネル、あ、沼がありそう、この先に。あ、やだ、ごめんなさい、足が。あ、明日からゴールデンウィーク後半。毎日がゴールデンウィーク。お仕事ですか。あ、明暗分かれるゴールデンウィーク。日本地底辺の工場で働いているので休みないです。もしかしたら車関係の会社、工場かな。え、なんか沼とか、池沼ありそうですよね。人いませんよね。いないいないいない。え、やだん、いないよね。いてほしくない。いい、やだん、いやだん。車か、駐車場か、びっくりした。あ、駐車場だ、ここ。びっくりした、車がある。まあ車っていいんだけど。はあ、CL の試合まで付き合います。嘘、なんか怖い。コメントが消えた。え、沼どこだろう。全然わかんない。車がある。沼どこだろう。沼、池沼、池沼ん、看板に出てるかな。あ、体育館だ、ここ。あ、看板出てる。綺麗な場所みたいですね。あ、次は取らないと。